どうも、阪神タイガース応援チャンネルのケンタムです。よろしくお願いします。さて本日はですね、先日阪神の理想の1番バッターは誰かという動画を出したんですけども、今回は、阪神の理想の2番バッターは誰かということについて語っていければなというふうに思っておりますと、いっぱいいるとは思うんですよ。もう言い出したらキリがないとは思うんですけども、個人的な理想の2番打者っていうのは結果から言います。北条選手です。いや、北条選手めちゃめちゃいいと思いますよ。右打ちができると、まあ、小技ができると、で右打者であると、いや本当にね、すごーくいいものをお持ちなのに、まあその言っちゃなんですけど、矢野監督の好みは木浪選手なんやろうなというふうにね、スタメン出場っていう機会がねすごく少なかった選手なんですけども、すごーくいいものをお持ちなんで、僕的には北条選手が2番になっていただきたい。もう理由はさっき言った通り、右打ちができる、小技が使える、パンチ力ももちろんあるっていうところなんですけども、今の阪神タイガースの主力っていうのが左打者がめちゃめちゃ多いんですよね。その新外国人選手であるボーア選手も左打者なんですけど、まあそれに関してはもう取った球団側が悪いとしか言いようないんですよ。もう甲子園という球場だから、右の長距離砲を取ってくれればいいものの、ボーア選手は左選手やったからで、まあ別にね、そんなんいらんやんとか、そんなんどっちでもいいやんとか言われたらそうなんですけども、右の長距離砲を取らなかったのが悪いとしか言いようがないんですけども、左打者がめちゃめちゃ多いオーダーになってしまうんですよね。だからこそ2番に北条選手を入れることができれば、右打者と左打者のバランスがある程度取れるというところも含めて、北条選手2番を押していきたいなというふうに思っておりますと。そしてですね、まあ当たり前なんですけど、阪神にはね、もっともっといろんな選手がいるんですよ。2番適性の高い選手っていうのがいっぱいいますよ。ただ僕の中で2番をまあこの人に任せてみたいなというふうに思った選手っていうのが、一人はまああの矢野監督の大本命である近本選手ですよね。でもう一人は糸井選手。糸井選手も2番打者囁かれてましたよね、若干。僕的にはおうっていうふうに思ったりするんですけども、そしてね、僕めっちゃ昔ですけど、開幕スタメンオーダーめちゃめちゃ1年ぐらい前に撮った動画なんですけど、そこで確か梅野選手を2番打者に入れてるんですよ。そして、1人目からやっていきましょうかね。近本選手から語っていきましょうか。近本選手の2番打者起用、オープン戦とか対外試合とか見ていただければ分かる通り、まあ、ある程度の成績は残してくれてるんですよ。もちろんね、足が速い。だからゲッツーが取られないと。で、パンチ力もあるからホームランも打てる。長距離も普通に打てると。すごくいい点はいっぱいあるんですけども、僕の中での近本選手のデメリットって、出塁率がそんなに高くないという部分が、まあデメリットになるかもしれないんですけど、まあそれは置いといたとして、進塁打とかはあんまり打ってるイメージがないんですよね。その一番打者が、まあ、仮に僕の中での理想は高山選手なんで、高山選手を基本にしていきますけど、高山選手がヒットで出塁しました。じゃあ、2番打者に送らせるっていうことをしないがために、近本選手を2番に置くと。じゃあ、ヒットを打ってたらいいですけども、打てなかった場合、セカンドゴロとかショートゴロとかっていう場面が多々あったと思うんですよ。で、近本選手は足が速いからゲッツーは取られない。ワンアウト一塁という場面が作れるから、まあまあ、悪くはないんじゃないかっていう風に言われてるんですけど、それやったら確実に遅れる人を置いといた方が、まあワンアウト二塁で、クリーンナップに回っていくっていう方がいいんじゃないかなという風には思ったりするんですよね。まあ僕の中での理想はね、1番に足が速くて出塁率が高い人、2番は、堅実に何事もやってくれる人、送りバントも得意だし進塁打も得意だしとかね、そういうね堅実なタイプの選手を置きたいっていう、もう昔ながらの考えということなんですかね。そういう考えを持ってるから、近本選手に関してはね、ちょっと進塁打とかそういう部分において少ないなという風なことを昨シーズンの成績から見ると、感じてしまうので、どうなのかなとは思ったんですけど、まあオープン戦とか見てる限りね、その引っ張る打球が多かったんで、まあ進塁打というところも意識してやってたんだとは思うんですけど、まあ矢野監督の本命というところを考えれば、まあ近本選手が濃厚なのかなとは思ったりしますね。はい、
続いては糸井選手ですね。まあ糸井選手、まあ先日話した通り1番打者での利点がね、まあ2番打者でもついてくるという感じなんですけど、まあ2番打者で糸井選手を置く理由としてはその怖さというところにつきますよね。その2番で糸井かって送りバントはないけど打たれたらとことんまで飛んでいくやんっていうところが怖いですよね。まあまあもちろんそうなんですけど、糸井選手2番かって個人的には3番とか1番とか、まあ1番はね僕の中で高山選手と言いましたけど、まあ1番であったり3番であったりクリーンアップ5番であったりとかね、そういうところを打ってほしい選手なんで、いやー糸井選手は個人的にないなーとは思うんですけどね。まあまあ、糸井選手の2番あるよって言ってた時期がまあだいぶ前なんで正直ないとは思ってるんですけど、まあありだとは思ってます。ただ個人的にはそこまで押してはないという感じですね。まあメリットデメリットっていう話ではないですけど、個人的な感想なんですけどね。そして最後梅野選手ですね。これはねめちゃくちゃ前に動画上げたやつなんですけど、そこでねその梅ちゃん2番ってありなんじゃないっていう風に思ったのはですね、まあここでねそのメジャー流をね持ってくるのはなんかいやらしいですよ。だって1番に足速くて2番に堅実な人って言ったくせに、その梅ちゃんを2番に送る理由としてそのメジャー流とかいうのがすごくミーハー感が強いんですけど、ただね、2番に梅ちゃんを置くことによって、まあ、右左という点においても、利点が回ってくると。そしてパンチ力もあると。で、堅実なプレーもできると。まあ、送りバントとか上手かったですからね。そういうところから考えて梅ちゃん2番っていうのはいいんじゃないでしょうか、とは思ったんですけども、デメリットとして一つ。キャッチャーやからね、その2番に置くことによって、まあもちろんねそのキャッチャーやりながら4番打てた人いっぱいいますよ、いっぱいいますけど、今はねまあ割と守備重視というかね、まあ梅ちゃんもまだまだ若いっちゃ若い選手なんで、そのキャッチャーとしてのまあピッチャーを立たせるためのその考えも回しながらということを考えると、その2番は荷が重いんじゃないかなというふうなことを思って、梅ちゃんもないかなとは思うんですけど、めちゃめちゃ前の話にはなるけど梅ちゃんの2番もありなんじゃないかなとは思ったりしましたね。はい、というわけで本日は、阪神の理想の2番打者について語らせていただきましたと。まあね、その安定の吉尾さんであったりだとか、まあ矢野監督の本命である近本選手であったりだとか、もう僕の推しは北条選手なんですけど、まあ北条選手ちょっと怪我とかでね怪しいところはあったりはするんですけど、まあまあ開幕延期も決まったんで、そこから考えるとね、開幕に合わせて帰ってきてくれるんじゃないかなと思ったりします。そして矢野監督の大本命である近本選手がね、2番打者としてどこまでやっていけるかと。まあ、昨シーズンのね、まあ、1シーズンずーっとやってきたという経験があるだけに、頑張ってくれるとは思うんですけどね。その2年目のジンクスか、まあ、いろんなことはありましたけど、言われてましたけど、その近本選手ならやってくれるとは思うんで、どこの打順打つかは、まあ、正直まだまだわからないですよ。確定ではないんですけども、どこの打順打っても頑張ってくれればなというふうに思っております。というわけで本日の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価、コメント、そして Twitter、Instagram のフォローをよろしくお願いします。というわけで失礼します。バイバイ。